HKT48 が。地元福岡を舞台に、この世で一番可愛い。前代未聞、大人数でブラ歩き。応援してくれるファンを獲得するため大奮闘する新番組、それが HKT48 のおりがけ。さあ、今夜はですね、 HKT48 総勢39人全員集まりました。深夜ですからね、びっくりしちゃいますね。さあ、なんと今日からHKT48 新レギュラーの皆さん、この番組は私たち HKT48 がここホームである博多、九州を舞台に、さまざまな人気スポット、珍しい場所にお出かけして、いろいろな人と触れ合いながら地元にもっとファンを増やしていくという番組になっております。1回目のお出かけメンバーは11名。地元福岡でどれだけ多くのファンを獲得できるのか。スタートの場所はホームグラウンド HKT48 劇場。毎回ね、こんな大人数でお出かけするわけなんですけど、はいはい、誰かまとめ役がいないと、あ、まとめ役、ちょっとね、成り立たないんじゃないかなと思いまして、ね、この番組ではですね、毎回お出かけのまとめ役を担うお出かけセンターを。おー、お出かけセンター、そう、いい響きです。お出線です。お出線、お出線。今日のお出かけセンター、お出線はキャプテン、お姉ちゃん、キャップ私、キャプテンはですね、割とポンコツキャラなので心配なんですけど、しっかりキャプテンとしてまとめ上げてください。やった。今回のお出かけセンターは HKT48 のキャプテン、アナイ。個性派揃いのメンバーをまとめられるのか。お出かけ資金は5000円。ファンを獲得するためのお出かけがついにスタート。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。どこ行くのこれ、大丈夫。 HKT48 のガーナで手作りバレンタイン。ガーナチョコレートを使ったいろんな楽しみ方もあるんだよ。なになに、どう？かわいいでしょ？かわいい！私もやってみたよ。メルノもかわいいね。はい、どうぞ。うん、赤いチョコならハートが伝わる。チョコレートロッテ。さあ、というわけで HKT48 のお出かけという新番組が始まったわけですが、うん、はいはい、HKT の、はい、メンバーが頑張っていくところを見届けていく番組なんでしょ。見届けて、ダメなとこがあったら教えてほしいんですよ。まあ、見届け人というポジションで、私たち HKT48 にいろいろと厳しいご意見をお願いします。あ、ずっと見届けてたらいいんですね。はい、もうあのガーデニングみたいな番組です。違う、言ってください、教えてください。いろいろここはこうした方がいいんじゃないかっていうのを僕が言っていくっていう、はい、高低差ありすぎて耳気になるわっていうのも言ってください。なんで。いや、そういう状況がないと言われへんよ。それ聞きたい、一番聞きたいやつ。いや、おかしいやんか。何にもその状況ないのにそれ言ってたらおかしいでしょ。それでは HKT48 は地元ファンのハートをつかみ、ファンを増やせたのでしょうか、うん、早速見てみましょう、はい、福岡といえば日本有数のグルメタウン。そこでご当地グルメスポットでファン獲得を目指す。そう、今回のお出かけ先は柳橋連合市場。大正7年から地元の方たちの胃袋を支える博多の台所。全長100メートルにおよそ50店舗が軒を連ねる福岡のご当地グルメスポットです。何してたんだよ。わぁ、こんなん撮ってたんだ。どっから撮ってた。これなんで今のショットいるの。どっから撮ってたんだ。
楽しみだね。横断歩道いやもう商店街の前からでええやんもうなんで横断歩道渡ってるとこ見なあかんのこれ。本当ですね、こんにちは。こんにちは。おはようございます。すごいお魚屋さんですよね。そうですよ。何年ぐらいやってらっしゃるんですか。え、何年、昭和5年ぐらいからやってます。めっちゃ長いですね。冬は何が美味しいんですか。冬場はね、フグからブリからいろいろありますよ。あー、いいね。あ、すごい、いいね。すごいね。お兄さん、ちなみに、はい、お兄さん、ちなみに試食とかってできたりしませんか。あー、今日あのサバとかがね、食べたい。わ、サバね。あ、いいですよ。やってた、はい、ごまさば有名やから、みんな待って、試食なのにいっぱい切ってるよ。もしかしてそんな、もうめちゃくちゃ切ってくれてるやん。いや、やっぱ中西鮮魚店さん、学校からちょっとめっちゃ優しいんですよね。うん、あ、おいしそう。キャプテン、あなたお姉ちゃんだから、おいしそう、おいしそうって言ってもらえてないから、おいしそう、しっかりしてね、おじさん。ありがとうございます。福岡の絶品ご当地グルメごまさばを肉声谷と岡本が試食。さて、どれほどうまくその味を視聴者に伝えられるのか。これ試食してコメントも大事やからね。そうですね。プリプリしてます。いただきます。醤油垂れてるもん。いただきます。味感想大切。身がプリッとしてすごい美味しい。身がプリッとしてすごい美味しい。同じこと言うな。こういうの箸上げっていうのがあるんだよ。知ってる。箸上げ、箸上げ。ここで児玉が先輩の確固たる底力を見せると思いきや、これを箸上げはでもスタッフさんがやるやつだよね。あげる、うん、見せる。そんな箸上げって言えへんの。プリプリで美味しい。みんな一緒やん。パクんないでください。どうですよ。どういう気持ちで見てます今。今ですか。あの知らん学校の文化祭見てるみたいな。じゃあこれ、じゃあフグの美味しさ伝えられる人。はい。バラエティ担当中西は新鮮なフグ刺しの味をどんな言葉で表現するのか。わー、ええやんか、テッサ。贅沢、贅沢。いただきます。贅沢やで、これ。どうした、どうした、どうした。コリコリで、身が引き締まってて、これはフグですか。いやいや、最初に聞いたでしょ。これはフグです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。中西ちよりは、R1 に出たの。あ、そう、ついに市場の中に入ってきました。あ、もうこれやばい。あ、すごい。あ、お野菜もありますよ。あ、いっぱい。あ、野菜ね。いいですね。あ、どんこちゃうのこれ。野菜の人。何ちゅう呼び方やん。いろんな人が一緒です。お魚の人とか。こちらにちょっとお願いですか。はい、いらっしゃい。私たち今地元の方にファンになっていただこうとしている地元のアイドルなんですが、うん、お父さんにファンになっていただきたいんですよ。はい、はい、じゃあちょっとモノマネができるメンバーがおりまして、ぜひそれを見て好きになっていただきたいんですよ。見てくれますか。中西が先ほどの失敗を取り戻すべく得意なモノマネを披露。井上陽水さんというのはお知りでしょうか。福岡出身でね。福岡出身の方のちょっと工夫したバージョンのモノマネができるので、ぜひそれを知っていただいて好きになっていただいたらなと思います。はい、いきます。ルーねえ
国道の車の音しか聞こえなかった。どうでしたか？すいません、わからん、わからん、いい感じなんですかね。もう一つ、もう一つ、じゃあ、あ、金髪先生はお知りでしょうか？うあ、じゃあそちらの方のモノマネもできるので、ぜひ。ここら辺で決めとかんと。ね、いぐみお父さん、お父さん、わからん、困らしなよ、お父さんは。このお店の中から一押しの商品一ついただいてもいいですか？こっち来たです、はい、あ、サチノカ、博多サチノカ、博多のイチゴですね。800円、じゃあこれ、850円、じゃあこれを一つお願いします。あ、これ買うね、買いました、これ。そう言うたら魚屋さんで何も買ってないんだな。そうなんですよ、試食しただけか。そう、食べるだけ食べて帰れました。私たち覚えてくれました。イチゴ買ったね、イチゴ買ったら好きになってもらいました。 HKT48 の姉妹グループの博多で活動している HKT48 です。博多、博多、どちらも、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうもありがとうございます。こんにちは、こんにちは、何これ、こんにちは、こんにちは、何屋さん？キャプテン、和菓子屋さん。そうです、あの、私たちですね、ご当地グルメを探して歩いてるんですけど、一番これおすすめっていうものありますか？豪華らしいね。これすっごい美味しかった。さっき言うてもた食べんねんやってなるやんか。やっちゃったな。これはどういうお餅なんですか？明太餅。明太をですね、お餅にこう練った明太を練り込んで、おいしそう。私たちアイドル活動をさせてもらってるんですが、はい、HKT48。おお、知ってた。お名前は指原さんしか。ありがとうございます。申し訳ございません。この前食べる方がいいけど、やったじゃん。6人です、6人。わー、おいしそう。じゃあ失礼します、お邪魔します。ストーブで焼いてあるやん。そうなんです。わ、美味しそうだね。お正月、お正月、これはええわ。お正月。ちなみにお母さんは AKB48 って知ってますか？じゃあ私たちのこと知ってますか？存在は知ってます。存在は知ってます。存在は知ってます。はい、ありがとうございます。じゃあまずはピーちゃんいただきましょうか。ありがとうございます。では明太餅を駒田が試着すると、思わぬ才能が開花する。これうまいね、絶対。うわぁ、うまそう。おいしそう。あ、食べ方上手やんか。あ、明太が辛いと思ったんですけど、やっぱお餅なんで甘いです。甘いんだ。普段はあの砂糖をつけて食べるんですけど、でもなくてもいける。なくてもいけます。いいですね。上手。あ、いいよ。めっちゃ上手。今のはすごく食べたくなるよ。あ、いい。あ、すごい。おいしい。やっぱ明太子の風味がすごい効いてます。いいね。好きになってもらえたら。ガタオチグルメスポットでファン獲得のお出かけはまだまだ続く。はい、ここまでどうでしたか？見て。どうもこうもあるか。なんやねんこのロケ。これ小説やったらまだ6行ぐらいしかないで。店員さんを困らしてるようなところもあったよ。野菜屋さんですよね。いや、そうや、八百屋さんのお父さんの前でモノマネかなんかやって、お父さん困るよ。あれ帽子の数字ちょっと減っていってたら。アドバイスしてください。お店の方とのお話の仕方とか、そういうのが全然わかんないんですよね。お話の仕方というか、自分が目立とうとしすぎてるところもちょっとあるんですよ。嘘。八百屋さんしかり、魚屋さんしかりの店員さんを楽しませるような話にしたら、もっとこう、盛り上がってくるんじゃ。楽しませる話。うん、滑らない話しますってことですか？いやいや、ちゃうね、それしんどい。しんどいって。魚乾くわ。
だからこれ続きあるんでしょ。続きまだまだありますよ、うん、前後編ですから後編がありますよ。あ、楽しみに、さぞ楽しみでしょう皆さん。続き見てみましょう。この後禁断の恋愛事情が明かされる。待って、その子が初めてチョコレートもらったの。ご当地グルメスポット柳橋連合市場へお出かけ。こんにちは。こんにちは。お、喜んでくれてるやん。嬉しいです。待って、揚げたてだけ。え、知り合い、知り合いとかあるの？来て来て来て、こっち来て。え、知り合いなの？幼稚園とかから知ってる。え、なんでですか？うちの子供と一つ違うんだけど、幼稚園の人だった。すごい。え、そうなんや。ご久しぶりです。狭いもんやね。本当ですよね、やっぱ福岡だから、ね、すごい、すごい。訪れたかまぼこ屋さんは淵上が昔からよく知るお店。さらに淡い思い出が明らかに。そうなの、はい、うちの子が初めてチョコレートもらったのは舞ちゃん。そうなんや。じゃあ次、はい、行きますか。どんどん行きましょう。あ、柳橋バーガー、これ絶対名物の。魚のすり身を使った。そうなんです、珍しいですよね。こんにちは。こんにちは。あの柳橋バーガーって、はい、もう一番おすすめのこの市場で。そうですね、おすすめの。すすめ。高松のかまぼこで今人気のご当地グルメがこちら、柳橋バーガー。こんな味なんやろね。白身魚のすり身を油で揚げて、レタスと一緒に手作りのバンズに挟んだ新感覚のバーガーです。へー、これはちょっとレポート期待しよう。そうですよね、珍しいですよね。この前できるんですか。お店のご厚意で柳橋バーガー作りを体験。果たして HKT の料理の腕前は。すいませんね、こんな作らせてもらって嬉しいです。普段作らせてもらえない。いや、そりゃそうでしょ。嬉しかった。超嬉しかった。そんな参加型の店ちゃうから。次のメンバー嬉しい。ソース。じゃあキャップ、お湯も沸かせないんです。いやいやいや、料理苦手なんで。ソースはできますよ。どっちにも塗るんだよね。あれ、マスタード。マスタードですか。ちゃんと綺麗に作りや。ソースえ、ちょっと待って。あれ、下手くそやな、もう。キャベツを、レタスを。いや、こんな一工程ずつ変わっていくの。時間かかってしゃあないやん、これ一番難しいやつじゃん。こんな綺麗に使ってくれると思わない。何やねん、レタス乗せるやつって何やねん。できた、できた、よかった。やった、やった。それではいただきたいと思います。うん、柳橋バーガー、どんな味なんかね。いい口。いい食べっぷり。うわー、うわー、おいしい。おお、魚のすり身がすごいわかります。わかる。そんなんかやろ。いや、わかるやろ。存在感やろ。いっぱい。ほんとだ。ニュースで、こんにちは。今ので私たちが伝えたかった市場すべてです。これが回りましたが。マジか。もう人がとにかく、もう人柄がとても優しい人ばっかりだろ。そうだね。 100m の間にいろんなものが詰まってる。え、なんか大分県民だから。この後芸能の神様を祀る福岡住吉神社で残りのお出かけ資金をすべてお賽銭に。番組の成功を祈願して1回目のお出かけはめでたく終了。いやでも、なんか私たち的には
楽しくお腹いっぱいもなりましたし、うん、しかも違うねん。いや君らほんまにお腹いっぱいになったかもしれんけど、はいはいはい、その V の見応えで言うと僕もまだペコペコよ。ねえ不思議なもんでいつも明るい、ね、HKT のバスがロケ後誰も喋んなかったみんな反省してたんだと思います。ええー、話も出てきたやんか、なんかあのあチョコレートあげたとかさ、そうどうしたやんか。いやどこまで聞いていいのか分かんなくて。ピュアな恋愛というか恋心やんか。どっちなんでしょうね。おそらく小学校ぐらいの時にあげたんでしょ、うんうん、でその相手はどんな人だったのとか聞いたらさ、あの子の人となりが出てくるやんか。そんな自分のことを思って聞けなかったです。なんかどこまで聞いていいのか分かんなくて。いやどんな男の子だったのっていうのはええやんか。そこがポイントだったんですね。そうほんで、あそういう子が好きなんやこの子はっていうのね。うわやっぱすごいですね。そっかそういうところを聞けばもっと聞けばよかったですね。そう、うん、ありがたいダメ出しとツッコミ、うん、ありがとうございました。ただでもよかったのはみんな楽しそうだっていうのはええことやから。あ確かにすっごく楽しかった、うん、自分たち的には。いやでも指原はねたまにね、うん、二十歳の女の顔するの。それもう見切れてんのよ。悩みを抱えた二十歳の女の顔がねちょいちょい出てくるの。気をつけますね。そうだから明るく、そう高校生たちと一緒に楽しく。そうやね、そこは唯一いいところでしたよ。はい、後藤さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。次回 HKT48 はどこにお出かけするんでしょうか。また来週、はい、おやすみなさい。さよなら。絶対来週見てや。みんな今日はどうでしたか。初めてだったからね、こうやってみんなで大人数で歩くのは。自分が住んでる博多なのに違う博多のような気がして、なんでもう皆さんに来てもらいたいっていうよりも住んでほしいです。確かに。劇場に戻りますか。はい、戻りましょう。ガーナで手作りすれば自分だけのオリジナルチョコが簡単に作れるの。どんなのができるの教えて。これはサンキューチョコ、かわいい。本命プチチョコショート、おいしそう。これなら絶対喜んでもらえるね。自分だけのオリジナルチョコたくさん作ろうね。赤いチョコならハートが伝わる、チョコレートロッテ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。